今日はですね、須磨海岸で開催予定のジャパンビーチゲームズを体験しに、中継先に柴原アナウンサーが行ってくれています。早速呼んでみましょう。柴原アナ、お願いします。はい、私は今須磨海岸に来ています。涼しい風が吹いていて、とっても気持ちがいいです。よかった。どうして今日ここにいるのかと言いますと、実は11月にここ須磨海岸ではジャパンビーチゲームズというイベントが行われるんです。どのようなイベントなのか、こちらの方に伺いましょう。フレスコボール日本代表選手の山下さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、まずね、肩書きがすごすぎませんか。日本代表です。フレスコボール日本代表、ちょっとその件は後ほどということで、まずはジャパンビーチゲームズ、どのようなイベントなんでしょう。はい、ジャパンビーチゲームズっていうのはビーチスポーツ全7競技が11月4日、はい、5日にここ須磨海岸に一堂に会して、で公式戦を実施するっていうイベントなんです。どのような競技が行われるんですか。はい、公式戦ではビーチテニス、ビーチバレーだったりとか、あとはスラックラインっていう公式戦があったりとか、あとは体験会でモルクだったりとか、ビーチサンダル飛ばしなんかもあります。ビーチサンダル飛ばし、はい、楽しそうですね。楽しそうなんです。あとは、はい、山下さんのフレスコボールの日本代表選手によるこの競技会も行われるんですね。もちろんです、うん。はい、そもそもですよ、一条さん、はい、フレスコボールってご存知ですか。聞いたことないですね。ないですよね、うん、そういう方も多いと思います、はい、どういう競技なんでしょう。フレスコボールっていうのはこうラケットを使うんですけど、はい、こういうラケットなんですよ、はい、ブラジルリオ発祥で1945年ぐらいに歴史が あるんですけども、うん、2人でラリーを続ける、5分間何回ラリーを続けられるかっていう思いやりがないと勝てない協力型のスポーツです。はい、ラケットはね、卓球の一回り大きいぐらいの大きさで、ボールはちょっと卵のちょっと大きいぐらいで、ちょっと硬めなんですよ。ソフトテニスボールよりもちょっと硬いぐらい、うん、そんな感じなんです。実際に後ろでやっていますので、これがフレスコボールなんですかね。そうですね、これが1点2点3点4点というふうに総打数を重ねていって、はい、ですけども落球すると減点になってしまうので、うん、相手の取りやすいところに返すのが、まあ、勝利へのコツ。いかにラリーを続けられるかということ です。この2人はペアなんですよね。ペアなんです。よく対戦してるというふうに見られるんですけど、はい、2人は協力して今ラリーを重ねている。なるほど、このような感じです。強い球を打つと加点があるんですよね。そうですね、この今女性の選手の方が強く打ってるんですけど、そしたら加点アタックポイントというのがプラス2点プラス2点というふうに加算されていきます。あとはいろんな技があるんですよね。できますか。チャレンジしてみましょう。普段はこうして総打数を、今みたいにチャレンジがあったんですけども、はい、股抜きだったりとか背面打ちっていうのがあると、まあ、印象点、テクニカル印象点とかあったりします。はい、ちょっとお二人来てもらってもいいですか。この二人も関西を代表するトップ選手でして、はい、このイベント当日も二人参加します。ちなみに今何年生、大学、大学4年生、ね、4年生で日本代表選手なんですよね。元日本代表です。はい、きっかけは何だったんですか。きっかけは友達と、ビーチの近く歩いてたらたまたまやってる人がいて、ちょっとやらせてくださいから始まって4年ぐらい続けて、いや、そこから日本代表まででね、何年目ですか。自分2年ちょっとぐらい。2年ちょっとでここまで上手くなるということで、私も体験させてもらっていいですか。お願いします。やって思いやりが大事ですよ。はい、思いやりのね、はい、スポーツですから思いやりが大事ということで、10回目指していきましょう。でも私ね、腕っぷしに自信ありますから、10回いきます。はい、みんな応援お願いします。はい、110回ってすごく今、1、2、3、4、5、6、7、8、1回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、1回いきます。これね、ちょっと羽子板に似てます。羽子板のような硬いから、そっちか口心地。OKOK。 でもなんか柴原さんの動きがすごいダイナミック。どうでしょう山下さん、私のキャッチプラスのリポーターとだけあって、ナイスキャッチがいっぱいでした。出ました、ありがとうございます。キャッチいただきました。では最後にテレビの皆さんに一言お願いします。はい、11月4日5日、皆さんのことをお待ちしています。みんなで待ってます。はい、イベント当日は飲食ブースもあるということで、ぜひ須磨海岸にお越しください。
ということでね、改めまして、うん、ジャパンビーチゲームズスマ2023は11月4日5日スマ会館で行われます。で、ね、すごい先ほどの競技も気になりましたけれども、うん、こちらのご覧のビーチスポーツを含めた7種目の大会が行われ、さらには体験会も開かれるということです。